アルテム、セルゲイエビチ10バは、ロシアモスクワ出身のサッカー選手。ロシアプレミアリーグ FC ゼニトサンクトペテルブルク所属。ロシア代表。ポジションは FW。同国代表最多得点記録保持者2006年に FC スパルタクモスクワでプロデビュー。2009年8月に FC トムトムスクへ、半年間のレンタル移籍一度は、 スパルタク・モスクワに復帰するが、2010年シーズンも、トム・トムスクとの契約を1年間延長し、26試合に出場し、10得点を挙げた。2011から12シーズンからスパルタク・モスクワへ復帰し、ウェリトンとの息があったプレーを見せている。2015年夏、FC ゼニとサンクトペテルブルクへ完全移籍した。2017から18シーズンは、 ロベルト・マンチーニ監督との確執が表面化し、2018年1月31日、FC アルセナル・トゥーラへ、シーズン終了までのレンタル移籍した。この契約には、違約金を支払わない限り、ゼニとセンに出場できないとの条項が盛り込まれている。同年4月22日には、保有元のゼニとセンに出場。本来であれば、出場は、不可能であったが、 ポケットマネーから医薬金8万ドルを支払って強行出場し、1得点1アシストの活躍を見せた。ロシア代表として U-21 代表で招集された。2011年11月11日のギリシャとの親善試合で A 代表発招集され、この試合で A 代表デビューを飾った。2014年9月8日の UEFA ユーロ2016。 予選、リヒテンシュタイン戦で代表初得点を挙げた。1年後の2015年9月8日に行われたアウェーでのリヒテンシュタイン戦では、1試合4得点を記録した。スタニスラフ・チェルチェソフ体制に変わってからは、チェルチェソフ監督との確執もあり、招集外が続いていたが、アレクサンドル・ココリンの大怪我とアルセナルでの活躍もあり、 2018FIFA ワールドカップを戦うロシア代表に選出された。本大会では開幕戦となったサウジアラビア戦で1ゴール、1次リーグ第2戦、エジプト戦でも1ゴールを決め、ロシアの決勝トーナメント進出を助け、決勝トーナメント1回戦のスペイン戦でもペナルティーキックを成功させ、ロシアのベスト8進出に貢献した。 国際 A マッチ55試合30得点。ありがとうございます。